じゃん。スポーツデポアルペンチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。スポーツデポイオンモール浜松一の店のねもっちゃんです。前回のソフトボールバット人気ランキング JSA マークについての動画はご覧になりましたでしょうか。まだご覧になっていないという方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。前回いわちゃんと野球とソフトボールの違いについて動画をアップしましたが、またねもっちゃんが出てきたということは、はい、今回も野球とソフトボールユニフォームの違いについて説明していきたいと思います。今日は撮影協力をしてくれる川口くんが野球経験者ですので、助けてもらいながら動画を撮影していきたいと思います。川口くん、よろしくお願いします。どうもお願いします。はい、ちょっとねチャラいですけれども、早速売り場の方に行ってみたいと思います。はい、では早速ですが、野球とソフトボールのユニフォームの違いを見ていきます。はい、じゃん。撮影者の川口くん、こちらの写真を見て、野球、まあ、野球経験者だけど野球と違うところ何か挙げられますか？これはもうパンツの丈です、はい、それです。パンツの丈が違うんです。女子に限ってはパンツがハーフパンツも認められていて、オリンピックでも出場6カ国中日本だけがハーフパンツを着用していました。あんまり世界的にはもしかしたら人気がないのかもしれないんですけれども、日本代表も冬はロングパンツに衣替えをしているので、チームで全員で揃っていれば夏と冬で使い分けることはできるようになっています。ちなみにねもっちゃん調べでは、今年2021年の高校女子インターハイ出場48校中なんと44校がハーフパンツを着用しておりました。ちなみにねもっちゃんの高校時代はどうやったんですか？ハーフパンツを通り越して、なんと、ショートパンツでした。まあ、ちょっと時代を感じますけれども、冬はあのロングパンツだったんですけれども、夏はショートパンツを履いていたので、もうお尻が、野球とかねソフトボールはスライディングがあるので、パスはお尻を怪我しながら頑張ってやってました。そうですよね、野球だと怪我防止のためにスライディングパンツ、通称いわゆるスラパンをユニフォームとか練習着の下に履く人もいてたんですけど、女子のソフトボール選手ってどうしてるんですか？はい、いい質問来ました。その質問むしろ待ってました。今日はそのスラパンについて、皆さんのお尻を守るために商品を紹介していきたいと思いますので、早速スラパン、スライディングパンツ売り場に行ってみましょう。ではスライディングパンツ売り場にやってきました。女子のユニフォームはハーフパンツがもう主流になってきていて、ただそのユニフォームの中でも生地が厚いものがあったり、薄くて軽量性に優れたものもあるんですけど、どちらにしてもやっぱスライディングをするとお尻が痛いので、その時にスライディングパンツがすごく活躍します。こんな風にお尻の部分にパッドが入っているので、スライディングの衝撃からお尻を守ってくれるようになっています。さらにメーカーによっては女子用のスライディングパンツも出していて、女性の体型に合ったフィット感のあるものもあって、でさらにソフトボール特有のカラフルなユニフォームに対応できるようにカラーバリエーションもたくさんあるので、そちらもおすすめとなっています。さらにユニフォーム、ハーフパンツになると膝も出ていて、膝を守る商品もあります。クッション性に優れていて、少し分厚いタイプのこんな感じのものと、軽量性に優れたこんな感じのものもあります。スライディングを膝からこう結構入っちゃうっていう人は厚めのクッションの方を選んでもらった方がいいのかなと思います。ただこう分厚い分装着感がかなりあるので、まあ、バッターボックスに入った時とか守備の時は足の下の方に下げておいて、出塁してからこう膝のところまで上げてあげるっていう人もいるので、それでもいいと思います。はい、それからロングタイツを履くスタイルが一般的になってきたんですけれども、実はこのロングタイツ、ほとんどの方が日焼け防止の目的で着用してると思うんですけれども、それだけじゃないって知ってましたか？実はこれコンプレッションインナーといって、体に着圧をかけています。川口くん知ってました？着圧、さすがに知ってますよ。それはですよね、デポの店員さんですもんね。舐められてるなありがとうございます。
着圧によって余計な筋振動を抑えて乳酸をためにくくしてくれるタイツになっています。なのでこうスライディングとかで膝が破れてしまった状態では、効果が最大限発揮されないので、膝が破れないように先ほど紹介した膝当てニーパッドが重要になってくると思います。生地が、タイツなので伸びやすいので、洗濯するときは洗濯ネットに入れてあげたりとか、あとは締め付けの強いものがあったり優しいものがあったりするので、購入前に一度試着をしてから選んであげるといいと思います。コンプレッションインナーにちなんで、もう一つアイテムを紹介したいと思います。ねもちゃん一押しアイテム、じゃん、カーフスリーブです。見たことありますか？これはふくらはぎだけを覆うコンプレッションインナーになっています。ふくらはぎは第二の心臓と言われていて、ポンプの役割になっています。下半身の血液循環はふくらはぎが担っているとも言われるほど重要な体の箇所になるんですけれども、段階着圧といって、足首の方から膝に向けて着圧が弱くなっていて、上へ上へ血液を流すような作りになっています。ロングタイツでは不意なスライディングで膝が破れてしまったりっていうリスクがあるんですけれども、これは膝が隠れないふくらはぎのコンプレッションインナーになるので、破れる心配もないという意味ではソックスで隠せるので一押しアイテムです。スライディングパンツなどの紹介をしてきましたが、ここで注意点。ロングタイツ、スライディングパンツ、ニーパッドに関してはユニフォームの一部になるので、チームでカラーの統一が必要になりますので、購入前に必ず確認をしましょう。スポーツエポアルペンではユニフォームの作成の受付もやっています。インナーを含めたトータルコーディネートでのご相談もぜひお近くの店舗まで足を運んでください。それでは今回の動画はここまでとなります。今回の動画が良かったと思う方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。川口ありがとう。